ネクラです今回もロルバンダイアリー3月始まりが発売されました。ウェブショップが店舗よりも1日早くて、2022年の2月4日の11時30分から発売してたんだけど、店舗は今日、2022年の2月5日から開店し次第店舗、各店舗で購入できるようになってたので、私は今年も朝市で渋谷のデルフォニックスに行ってきました。 で、渋谷のデルフォニックスは2022年の2月23日水曜日。だから今月の23日で閉店になってしまうので、もしかしたら最後のお買い物だったかもしれないですね。すごく残念。で、今回もダイアリーは一番安くなる買い方で、柄物のみ全柄買ってきたので、一冊ずつ見ていこう。じゃあまず話題になってた針金の、なんて読むんだろう。俳優俳優 針金の柄のから見ていこう。針金柄は6種類。よいしょ。ワイヤーアートの作家さんとのコラボだったみたい。こんな感じ。で、このワイヤー柄は、えっ、ー、と、リングだと M、L、A5 の3種類があって、私がこのペラって呼んでるホッチキス止めタイプのペラペラのロルバーンだと、 B6 英語があるんだけど、この鹿さんの柄だけ直営店限定の柄でスミスとデルフォニックスでしか買えないのかなって思うんだけど、この柄だけリングだと L、ペラだとこの B6 サイズのみになってます。じゃあ一冊ずつ見ていこうかな。ちなみに私はペラの B6 で全種類針金は買ったんだけど、一冊693円でした。じゃあ、 えっとね、ここから A, B, C, D, E, F 柄なんだけど、まあバラから、A 柄から見ていこう。かわいいね。<laughs> 何で止めてるんだろう。あ、そのブランドの留め具があるんだね。かわいい。あ、ここにも表記がついてますね。ちょっと読み方がわかんないんだけど、デルフォニックスとのコラボ表記がついてます。 で、裏面は何もないかな。デルフォニックスって書いてあるだけ。柄は特にないですね。タグはこんな感じ。次どんどんやんないと。<laughs> よいしょ。次が、クラゲ柄。かわいいね。クラゲさんの柄。白押しですね。え、さっき白押しじゃなかったよね。白押しのって白押しじゃないのがあるんだ。バラは白押しじゃないよ。クラゲだけかも。 なんで <laughs> クラゲだけ白押しです。なんでだろうね。虹色の金白押しが入ってます。表記も同じ。えぇ、ー、なんかお得な感じだね。<laughs> 裏面はこんな感じ。これが B 柄で、C 柄。カワセミ。<laughs> かわいいね。足がこれついてるのいいね。かわいいね。 合わせ身柄。で、裏面がこんな感じ。C 柄。と、猫ちゃん。かわいい。<laughs> ちょっと味のある猫ちゃん。かわいいね。裏面こんな感じ。D 柄と、次が、リンゴ。リンゴ。 かわいい。<laughs> シンプルでかわいいですね。ここいいね、ここふにゃーって。<laughs> リンゴ柄。裏面こんな感じ。いい柄とラスト。こちらの鹿さん柄。これが直営店限定柄になってます。いい顔ですよね。<laughs> 鹿さん柄は、表記が草と被るので、 ロゴと色がちょっと違いますね。白で書いてあります。クラゲって何色だった灰色かな裏面。こんな感じ。これが F 柄。これが針金のタイプでした。一応一冊だけ開けて中身を紹介しようかな。バラを開けようかな。よいしょ3月始まりの中身代表としてこちらを開けていきます。 じゃじゃじゃん。かわいいね。<laughs> 1ページ目が扉絵ページ。何年から何年になってて、年間のカレンダーとログですね。ばーっとついてて、3月から3月始まりで、えっ、ー、と、いつも通りのダイアリーの感じで3月から入って、 7,8,9, 10,11,12,12,34来年の4月分まで入ってます。あとは普通のメモページになってますね。しまいます。これが今回の針金柄で、次、どんどんいこう。次の柄、何いこうかな。うーん フラワー行こうかな。フラワー持ってきます。お花柄。お花柄は4種類。スズラン、マーガレットそうだね。ネモフィラとチューリップ。私ネモフィラとスズランすごく好きなので、この2種類が一緒に出るなんてすごい。1冊ずつ見ていこう。まずチューリップ。 チューリップ柄です。まあ、お花柄、こんなに出てたっけかこんなもんだったかな前はミモザとかでしたよね、去年。どうだったかな <laughs> 今回はチューリップ。かわいい。クリーム色のロゴになってます。裏面はこんな感じ。これも、値段違うか。違うね。<laughs> さっきは33円高かったんだね。今回こっちは660円。 デルフォニックスが作ってる柄だからかな。ライトパープル。で、二冊目。ネモフィラ。じゃじゃじゃん。今回は白押し一個もないかな、多分。ネモフィラはちょっとベージュっぽい白押しになっ、白押しじゃないね。ロゴになってます。裏面はこんな感じ。ホワイト。次。次がマーガレット。マーガレットがね、 ちょっと、まだ、わからない、この花。<laughs> 見たことないかも。青緑色のロゴになってますね。マーガレット。裏面は、こんな感じ。ベージュ。トラスト、スズラン。スズランをすごい楽しみにしてました。絵の影とかもついてて、かわいいね。スズラン。<laughs> スズランはピンクっぽいロゴかな。 ピンク紫っぽいロゴ。スズラン。裏面は、こんな感じ。ブルー。で、このお花のシリーズは、サイズの話をしてなかったんだけど、リングは M、L、A5 が3種類出てて、このホッチキス止めタイプのペラは B6 と A5 が出てます。そんな感じ。じゃあ次。<laughs> どんどん行こう。 じゃあ次は、えー、アクア行こうかな。アクア柄はこんな感じ。リングのみで、リング、ペラがなくて、この2種類です。とね、柄の名前がね、こっちがブルーで、こっちが夕焼け柄みたい。いいね、白しもかっこいいな。<laughs> アクア柄はリングが M、L、英語があって、ペラは売ってません。で、1冊1100円になってます。 見ていこうどっちが A 柄こっちが A だね。夕焼け柄の方が A 柄。すごいかっこいいよね。これは L で買ってもかっこいいかなと思います。幻想的な感じですね。白押しは銀ですね。銀の白押しにクロリングコンバンドになってます。かっこいい。<laughs> で、裏面がこんな感じ。アクア M の A が1100円です。次 こっち。こっちがブルー。こっちの白押しは銀の虹色白押しだよね。<laughs> こっちは違うよね。そうだね。こっちはただの銀白押しで、こっちは銀の虹色白押しになってます。ニクロリング、コンバンド。裏面が、こんな感じ。アクア M の B1000 円です。一応 M サイズも1個開けとこうかな。ブルー開けます。 じゃ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 ん。いいね <laughs> 今回プール柄なかったけど、これがプール柄枠になるかなどうかなこんな感じで、また同じ扉へと、見開きで年間カレンダーと、年間のログチャートが、こんな感じでついてます。 で、次からカレンダーかな。ちょっと私めくるの下手だな。<laughs> えっと、3月始まりなので、3月からパラパラーっと行ってい、4月まで入ってます。分かったかなちょっと <laughs>、全ページパラパラするのができなくて。まあ、こんな感じで。 で、4月から普通のロレバーンページになってます。ポケットがね、多分12枚ついてるはず。ダイアリーなので。9、0 11、12、12枚ついてます。そんな感じ、しまいます。よし、じゃあ次。次は、フルーツ柄。フルーツ柄も結構お気に入りなので見ていこう。 じゃじゃんフルーツ柄は桃いちごレモンの3種類で、えっと、リングが MLA5 の3種類と、ペラが B6A5 の2種類になってます。これも1冊660円です。でね、今回これペラ裏面まで柄があるので、迷ったらペラがおすすめかな。リングが好きな人はリングがいいと思うんだけど、あと枚数がね、足りないって人はリングがおすすめだけど、 裏面まで続いてるので <laughs>。いい感じ。一冊ずつ見ていこう。まず桃ですね。桃の柄。かわいい。これ金かなカッパーかな <laughs> 多分ピンクゴールドかな。カッパー白押しっぽいかなと思います。桃。裏面まで続いてて、すごくかわいい。で、タグがこんな感じ。 コーラルピンクって書いてありますね。次いちご柄いちごがマットな金白押しです。ピカピカしてない金白押しで、緑のいちごもあるかわいいね <laughs> これも裏面まで続きます。かわいい。で、タグがこんな感じ。ダークブルー。次最後、レモンレモンかわいい白押しが 青青紫っぽい青。すごいかわいい、かっこいいね。<laughs> かっこかわいい。いい白押しだと思います。かっこいいね。レモンも,もう裏面まで続いてますね。これがブルーの柄になってます。フルーツ柄はこんな感じ。じゃあ次。<laughs> サクッと終わったね、フルーツ柄。結構フルーツお気に入です。じゃあ次は、 モーグリー行こうかな。モーグリーが今回結構大物かなと思います。次がモーグリーなんだけど、モーグリーが4種類 ABCD 柄が出てるんだけど、全然映り切ってないね。<laughs> サイズが L のみ、リングの L のみになってます。だからもうこのサイズしかないです。で、全種類が、ABCD 柄全種類が、 直営店限定になっているものになるので、えっ、ー、と、ロフトとかでは多分買えないのかなと思います。全然映り切ってないな。<laughs> こう、こうかな。一冊ずつ見ていこう。えっとね、ちなみにモーグリーは一冊1540円なので、今回一番安く買った時に一番高いロルバーンですね。ちょっとわかりづらいかな。まあそのシリーズの中で、 一番安い買い方をすると、モーグリーが、まあ、このサイズしかないので、一番高かったかなと思います。じゃあ、モーグリー、一冊目。これが A の柄だよね。これ結構不思議だよね。全体がピンクっぽい感じで、いつものね、この絵の具がぐわーっていう感じの柄。着衣店限定。白 <laughs> 押しが、銀かな 多分、マットな銀白押しかなと思います。かっこいいよね。こんな感じ。裏面は、こんな感じ。A 柄になってます。リングは全部同じかな、そういえば。あ、違うね。A 柄が銀リングコーンバンドです。じゃあ次。B 柄。これ好きな柄ですね。前回、前々回に、 普通のロルバンバージョンで出てた柄にちょっと似ている感じの柄ですよね。これが B の柄。白押しは、何色これ。<laughs> 薄紫白押し。見えるかなわかる薄紫の白押しになってます。銀リング、コンバンド。いいね。<laughs> ここら辺の色に合わせたのかな可愛い,いですね。裏面が、こんな感じ。 B の柄になってます。次。次が C 柄。待って、白押しを見よう。なんだこれは銀かな多分。C の柄はおそらく銀白押し。結構カラフルなロルバーンになってます。すごいよね。全体に色が散らばっててポップな感じ。これが C 柄。黒リングコンバンドになってます。裏面。 裏面が、こんな感じ。C 柄ですね。C 柄と、ラスト、D 柄。D 柄もかわいい。蛍光色。パステルな感じで蛍光色で、おしゃれですね。かわいい。マットな金白押しになってます。で、カッパーリング。え金リングか。 <laughs> 金リング、コンバンドになってます。裏面。裏面が、こんな感じ。D 柄。これも一冊開けましょう。L は今回これが初なので、どれにする <laughs> どれがいいかな。これいこうかな。D 柄を開けようかなと思います。じゃ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 ーん。 中身を見せるシーンがこの後あるんですけど、絶妙に映ってない部分があって、毎回あるこのモーグリーのロゴが内側に入ってるんですよ。これが映ってなかったけど、多分ね、表紙と同じ白押しのものが全種類に入ってるんじゃないかと思います。かっこいいね。<laughs> あとダイアリーなのでバンドがかなり太めになってますね。見ていこう。 1>, 1ページ目が、扉ページで、二2ページ目が、全然めくれない。乾燥してる <laughs>。えっと、見開きのカレンダーページと、ログページがあって、こんな感じで、ログページがありまして、 えっと、カレンダーページ3月から。で、めくるのが難しい。<laughs> 4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、12 <laughs> 3、4、4月まであって、あとは普通のメモページと、あとポケットが同じく12枚ついてるロールンに、 なります。しまいます。こ <laughs> れがモーグリーでした。一旦重ねて、あと2種類。<laughs> 次、えーと、猫柄行きましょう。よいしょ猫柄も ABCD の4冊。で、えっ、ー、と、1個1個に名前がついてて、A がダンボールハウス。<laughs> B がキーボードの上。 猫っぽいね。<laughs> C がご飯発見。D が窓際になってます。で、猫柄のサイズなんですけど、リングだと M、L、A5 の3種類。ペラだと B6 と A5 の2種類です。一冊、このペラの、えっと、B6 サイズは660円で購入しました。 一冊ずつ見ていこう。あ、かわいい。<laughs> まず A 柄の段ボール。かわいい独特なタッチですね。かわいい猫ちゃん。ロゴが灰色かな結構黒めな灰色。裏面がこんな感じ。猫 b ロックの A です。B 柄。 キーボードの上。かわいい。ちっちゃい黒猫さん顔かわいい。えへへキョトンって。かわいい。いいね。ちょっとピンクっぽいベージュ色ですね。ロゴが。B 柄がこんな感じ。裏面はこんな感じ。次。えー、C 柄。じゃじゃじゃん。C 柄はごちそう発見。 ロゴがちょっと緑っぽいグレーかな <laughs> かわいい。みんな違う猫さんだね。かわいいな。で、裏面がこんな感じ。C 柄になってます。で、最後、そうだ、この全部の猫ちゃんが集まってないか。違うな。8割が出てないから、じゃあ違うな。 違う猫ちゃんでした。<laughs> この8割の子が1枚目の子だったら同じかなと思ったけど、じゃあ違う猫ちゃんですね。窓際、D 柄です。D 柄のロゴがちょっと青っぽいグレーかな。と思います。D 柄、かわいいね。<laughs> うちの猫に似てるのはここ2匹かな。<laughs> 裏面は、こんな感じ。D 柄です。 で、次がラスト。次がホリデー柄です。持ってきます。どんどん、どんどん場所がなくなったね。<laughs> もっと高くして取ればよかったかな。ラストがホリデー柄。ペンとート日光浴の3種類です。ちょっとぼやけてるけど、あとで1冊ずつ見せます。えっ、ー、とね、これがね、えー、リング。 タイプしかなくて、リングタイプが M、L、A5 の3種類。1冊、M は1100円になってます。見ていこう。<laughs> すごい量だね、毎回だけど。テント柄がこんな感じ。おしゃれですよね。ホリデー柄、今回ポツンと柄がある感じで。すごくおしゃれ。ステッカー貼りたい人にもいいかもね。ここら辺とか、貼り放題なので。<laughs> 空いてるスペースに好きなものを貼ったり。 何のノートか書きたい人にはいいかもですね。灰色の白押しじゃないロゴになってます。印刷ロゴに黒リング、コンバンド。真っ黒いロルバーン。<laughs> 裏面がこんな感じ。ホリデームのブラック。次次がボート柄。じゃじゃじゃん。B 柄のボート柄です。B 柄ではないのか。 <laughs> ロゴが真っ白。かわいいね。ちょっとなんとなく青一色っていうよりも、なんだろう。もわもわっとした感じがありますよね。かわいい。ボート柄。乗ってるんだね。<laughs> ボート柄がこんな感じ。黒リングコンバンドになってます。裏面。こんな感じ。 ポリデュ M ムのブルー。で、ラストラストが、えー、日光浴柄。かわいい。ロゴも黄色っぽい感じで、ビタミンな感じがしますね。犬これ、ワンワンがいる。かわいい。蝶々もいるね。多分上の白いの蝶々だよね。いいね。<laughs> これが黒リングコンバンド。全部、いや、黒は黒だな。これもちょっと、もわーっとしてる感じがあるけど、気のせいかな。一色のロールバーンってそんな感じかな。私、一色の普通のロールバーン持ってないからな。どうだろう。<laughs> あ、あった。でも、これダイアリーじゃないからな。すごい、ぎッちぎちの、ぎっちぎちのロールバーン。どうだろうね。やっぱり、 これは柄として背景の色がついてる感じがします。個人的に。可愛いプロリングコンバンドで。裏面がこんな感じ。グリーンの柄です。これで柄物は全種類かなと思います。一色のやつとか、あとは、あれ、メタリックとかは買ってないんだけど、柄物はこんな感じかな。そう、メタリックもね、毎年メタリック具合が変わるので、コレクションしたい人にはおすすめです。 今回の3月始まりのデルフォニックスとスミスでお取り扱いしているロルバーンはこんな感じ。えっ、ー、と、多分他の店舗でもまだ出るかなとは思うんですけど、とりあえず今回はこんな感じかなと思います。皆さんはどれが一番お気になったでしょうか私はモーグリーとイチゴ割と良かったな。あとスズランとかかな。レモンも良かったかな <laughs> そんな感じです。 ぜひぜひお気に入りの一冊と一年を過ごしてみてください。えーとね、そうだ、今日かなりいろんな文房具とか文房具じゃないのとか購入したんだけど、そのうちまた上がるかなと思います。お楽しみにバイバイどうもネクラーです。今回は どうもねくらーです。今年もロルバーンダイアリー3月始まりの、どうもねくらーです。今回もロルバーンダイアリー3月発売が <laughs>、どうもねくらーです。今回もロルバーンダイアリー3月始まりが発売されました。